リオアソルは、グアテマラのペテン県北東端にある古代マヤ遺跡。1990年に指定された、ミラドールリオアスル国立公園の一角をなす。リオアソルは、温度川の支流であるアスル川の川岸に位置している。遺跡は、都市部分、沿岸部分、沼の水を使った農地に散布される。先古天気の紀元前800年頃から定住が始まった。 古典紀前期の393年にシアフカックに征服され、ティカルやテオキワカンの影響を受けた新王朝が開かれた。440年にはティカルのシアフチャンカウィールニセの子がリオアスルの支配者になった。450年から530年にかけてティカルの支配者層がリオアスルに墓を作った。古典紀前期に人口は3500ほどに達した。 530から660年にリオアスルは焼き払われ、一旦放棄された。古典気候期には再び人が住み始めるが、北部マヤから侵略され、再びリオアスルは焼き払われた。880年頃に放棄された。リオアスル遺跡は、この地で採掘事業を行っていた三石油によって1960年代に発見され、調査を依頼された。 ハーバード大学のリチャード・アダムズによってリオアスルと命名された。1976年から1981年にかけてリオアスルでは大規模な組織による洞窟が行われ、125を超える洞窟校が開かれた。1981年にイアン・グレアムは洞窟後の墓に壁画が描かれているのを発見し、国立グアテマラ考古学、 民族学博物館のラファエル・モラレスによって遺跡が保護された。その後、リチャード・アダムズによって1983年から1987年まで学術的な調査が行われた。ミトークツの墓19から出土した壺の名文をデイビッド・スチュアートはフルーツ味のチョコレート飲料を入れるための器と解読した。壺の中身をハーシーの研究所に送ったところ、実際に チョコレートが検出された。これによって、マ、ま、ヤ文字の解読が正しい方向に進んでいることが裏付けられた。ありがとうございます。